巨人は、8日、都内で記者会見を開き、高木恭介投手が、野球賭博に、関与したと発表した、八百長行為は、確認されていない。昨年10月に、福田聡投手、笠原将棋投手、松本龍也投手の、3投手が、野球賭博に関与していたことが発覚。翌月、プロ野球の、熊崎勝彦コミッショナーが、無期失格処分の裁定を下し、球団は契約の解除を発表していた。2月のキャンプでは、宮崎市内の巨人宿舎で、球団内に新設された、規律委員会による、再発防止に向けた研修会を実施、高橋監督ら、首脳陣と全選手、球団スタッフら、約200人が参加、各球団も研修を行っていた。3選手以外の巨人の選手や、コミッショナーを通じて、他の11球団にも調査、野球協約に違反している、具体的な情報はなかったとされていたが、開幕を17日後に控えて、新たな賭博関与の発覚となった。